ちょ待てよ。はい、どうも、もひげです。ってことでね、完全に手抜き工事雑談シリーズなんですが、何の雑談をしたいかというと、キムタクが主役のゲームがね、発売されるということで、龍が如くシリーズをね、手掛けている会社が作ったゲームだそうです。なので僕龍が如く好きなので、おお何でしたっけこいつ、あー泣いてますね。あ、やばい、見つかっちゃいましたちょっとね、これは予想してなかったんですが、ちょっと戻り玉ででですね、キムタクが主役でですね、龍が如くシリーズの会社ですね。それで僕もね、龍が如く好きなので、多分買うと思います。でね、何をね、特に言いたかったというと、ぜひね、草薙剛さんにね、実況やってほしいなと。それ良くないですか？ね、ゲーム実況時々やってますけど、そのゲームはバルハザクズやな、そのゲームの実況を剛がやったら結構劇的にね、脱退した3人と、脱退じゃないけど、まあ退社した3人とね、残っている2人がね、こううまくまた再会できるんじゃないですかね。なんかわからないですけど、また復活ライブみたいな、ちょっとねそういうのも思いついて、喋りたいなと思ってやりましたなのでね、ちょっと期待しております。剛さんにはぜひね、この動画、まあ見ないでしょうけどね見たらね、ちょっと考えてやってみてほしいっすね。また5人のね、ライブとかね、バラエティでこうワーワーやってる姿とかまた見たいですね、ぜひね。なので、その願いを込めて今日はこういう動画送りたいと思います。それではどうも、おもっぷでした。なんじゃそりゃ。